笹原達太郎から1929年7月21日は日本の警察官実業家愛知軍長退官後に名古屋市東高高地整理組合長ほか複数の土地整理組合で幹部を務め名古屋における土地整理事業の先駆者に位置づけられる人物である石川電気鉄道社長合図藩藩士笹原八百吉の長男として若松栄町に生まれる 福島市半学校の全身校に学んで教職に着いた後、埼玉県で巡査となり、山梨県警察部系務課長を経て、静岡県警察署長まで昇進した。1904年に辞職後、鴨茂郡、南市多良郡で郡長を務める。1913年3月に、愛知郡郡長を辞任し、名古屋市東高高知整理組合長、矢後と高知整理組合、 港東土地区が整理事業組合及び、音とき山き都地区各整理事業組合の各副長として、当時の名古屋市近郊の土地整理事業を推進した。同年6月には、石川電気鉄道の設立発起人の一人となり、翌年の同社発足に伴い社長に就任。政治活動も行い、1925年以降、名古屋市会議員である。衆議院議員選挙。 同補欠選挙に挑んだが落選した。合図会会員。名古屋土地整理事業における笹原笹原の名古屋土地整理事業における業績は一時資料の欠如によって未だ全容が明らかとはなっていない。しかし、早稲田大学教授の佐々木良は笹原を区画整理の制度が整う以前から高知整理の手法によって当時の名古屋市域及び 人設地域の市街地整備を推進した人物であると指摘している。笹原を直接知る人物で名古屋における土地区画整理事業を推進した石川栄養は笹原の計画がどれほど今日の都市計画成分の期間を成しているかわからないと述べていた。笹原の事業は竹やりむしろたの騒動が予想される事態も引き起こしているが 笹原はこれを説得し事業を進めている。しかし笹原の長男にも、田園の中に、福音6軒、8軒の道路ができたことが、いかにも不思議であった。これに対し笹原は、10年先、20年先の名古屋市を、思えと答えたという。東高校地整理組合調整理組合に、廃川跡地約3万坪の無償交付を認めた、当時の名古屋市長。 加藤茂三郎笹原の愛知郡長時代の名古屋市は、都市としての発展を遂げつつあり、笹原にとって、その隣接地の都市化は明らかであった。笹原は、西愛知の五千長部に及ぶ、高知整理計画を立て、町村長らの賛同を終え、実施直前まで至っている。しかしその計画は、運河建設などを含んでおり、高知整理の枠を超えた、都市開発そのものであった。このため、 愛知県知事の拒否にあい、笹原は軍長を辞任している。この計画とは別に笹原は関係有力者や名古屋市長らを説得し、1911年に東高高知整理組合の発足につなげており、軍長辞任後にその組合長に就任し、民間から土地整理事業を開始する。笹原には高知整理に名を借りた宅地整備の意図があった。笹原は 廃川となった商人川の跡地を事業資産とし、また現部によって、組合委員の金銭的負担を減債して、事業を進めた。この現部の手法は、笹原都内務省、農商務省間の3年に及ぶ交渉で認められたと伝わる。笹原は1923年6月に辞任するまで、組合長を務め、成立は1921年に、名古屋市に編入された。 組合は1934年まで活動を続け、現在の水北寺から井神社に記念碑が残る。その他の土地整理事業笹原はこの他にも、矢後と高知整理組合、港東土地区が整理事業組合及び、音木山戸地区各整理事業組合で副長に就任し、土地整理事業を推進した。笹原の構想には交通インフラ整備の視点があり、 また多様な土地開発のイメージを有していたと考えられる。例えばヤゴトでは名古屋における公園の機能を音聞き山では風地ある市街地を想定した。音聞き山は現在高級住宅地である。笹原には交通、電力、住宅地を一括供給することで大規模工場を誘致する構想もあり、これを土地連盟同盟結成によって実現し、 誘致競争に勝つことも図っていた。会社設立の経緯金沢では1905年以来、鉄道建設構想があり、金沢電気機道が1919 19年から市内中心部の営業を開始し、翌年以降市周辺部でも営業が始まった。1912年には貨物輸送の需要が見込まれた白山山麓と金沢を結ぶ路線構想が出願された。 しかし有力な発起人であった、冴火東吉が事業破綻によって撤退し、笹原は新たな発起人の一人となる。石川電機鉄道は、笹原、福利田末松ら名古屋資本が主体となり、これに沿線住民が子株主として加わる形で発足した。社長石川電機鉄道は、金沢市内の六都林と鶴木駅を結ぶ予定であったが、折からの不景気。 住民の要望、用地買収の困難、他社の反発、市内鉄道の整備の遅れなどが相まって、計画は順調には進展しなかった。笹原は、剣から陰線へ連絡する新野の位置を結ぶ路線に変更し、さらに動力を蒸気とすることで費用を抑え、計画をまとめ上げた。石川電気鉄道は社名を石川鉄道に改め、営業開始は1915年6月である。 笹原の同郷人で、笹原死去時の名古屋市と地部所務課長によれば、笹原家は馬術師範を務める家であった。幕末の合津藩氏にはご不審部行権大間矢別等を務めた、馬術師範、笹原屋五郎、大間矢別等、笹原余兵がいる。石川の妻は、笹原と同藩出身であったが、特に私的なつながりはなかった。しかし石川にとって、 笹原の死は敬愛する、夏目漱石の死以来の衝撃であった。ただし、現部の手法を発案した人物が、笹原自身であったのかは不明である。株主515人、株式総数は6945株、資本金35万円である。愛知関係が7人で4100株を所有した。沿線各村の個数中1割から2割が、子株主として事業を支援した。 開業前後で役員から退き、後に監査役となる、石川電機鉄道、日本全国諸外者役員6、第23回、石川鉄道、日本全国諸外者役員6、第24回、日本全国諸外者役員6、第28回、ありがとうございます。